根岸武た根か武ぎか明治35年12月3日は、武蔵区に大里郡兜山村出身の政治家、郷土史や、陽明、新吉、後に、友七なと改めた。父は、根岸友山。剣道を、千葉周作、和漢学を、寺門政権、安藤野岸に学ぶ。明治12年に、埼玉県議会開設とともに、 県会議員に選出されて副議長となり、翌明治13年から14年まで第2代議長、明治23年から25年まで第10代議長を務め、明治27年には貴族院多額納税者議員に選出された。また、埼玉農工銀行等の監査役を務めた。考古学や歴史学にも造形が深く坪井翔五郎らと信仰があり、 よしみ百血の発掘に参加し、保存に努めるとともに、これを世間に紹介した。さらに、埼玉県内の出土品を提出博物館に委託する事業もいた。また自身の収集した書籍類を株と山文庫として帝国図書館に寄贈した。明治17年にはかつて、江戸幕府が編纂した新編武蔵風土機構を出版し、発行人として観光に努めた。 1902年に東京湯島の別邸で死去、去年64。1912年、生後遺を追贈された。ありがとうございます。